はいどうも皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、まあちょっとニュースがあったので、今回も aupay に続き、すぐに、また撮り始めたんですけど、今回のニュースはもう題名、もうサムネとタイトルにある通り、とうとうセブンイレブンがですね、QR コード決済にやっと来たかということで、セブンペイというものを導入されるということですね。で、こちらをちょっと簡単にまとめさせていただきましたので、お伝えさせていただければと思います。で、まず、このセブンペイなんですけども、いつから導入なのかということなんですが、一応、まあ、7月に導入ということだったんですよね。で、まあ、セブンイレブンだけに7月かという、まあ、思ったより結構先だなと思いますね。で、そのアプリ自体、その7月に導入してどうやって使うかっていうと、今配信されているセブンイレブンのアプリから一応使えるということになっております。今、右側の画面出てるのがセブンイレブンのアプリですね。一応、ここから使えるということなんですが、で、今度、10月に関しては、セブンペイという、もう機能単体しかついてないセブンペイアプリというのが配信される予定になっております。一応、右の画面というのがそのセブンペイの画面となっております。で、今後は、まあ、セブン&アイホールディングス以外の、まあ、提携しているような加盟店でも利用が可能となってくるようです。で、ポイントに関してなんですけども、一応200円、かっこ税別の買い物につき1ポイントの7個ポイントを付与するということとなっております。で、一応、このポイントに関してなんですけども、電子マネー7個は、これまで、還元率 1%、まあ、ちょっと前にニュースにもなったんですけども、7月より還元率が 0.5% に減少して、セブンペイと同等の還元率ということになっております。一応、下の、図面で出てるようなポイント還元となっておりますので、ご確認くださいませ。で、まあ、ここで、まあ、僕が思う一言としたら、やっと来たかというところなんですけども、けど、このしかし、てんてんてんっていうのはですね、来たのはいいものの、なんか、弱くねみたいな、と思ってですね。いや、個人的には結構楽しみなんですよ。僕、ファミリーマートとか、ローソン、もう PayPay と LINEPay が配信が始まって、もうローソンとファミリーマートしかもう行かなくなったんですよ。で、いつになったらセブンペイ的なやつ来るかなみたいなと思ってたら、まあ、来たんですけど、まあ、ちょっと、PayPay、LINEPay とかのキャンペーンが強すぎて、セブンペイ、あれみたいなっていうのを思ったんですよね。だったので、まあちょっと今後に、まあ、毎回思うことは今後に期待というのはあるんですが、まあ本当にセブンイレブンをすごく愛用されている方であれば、かなり、まあ便利なこのセブンペイだと思うので、まあ今後、まだまだ多分ここから始まる時に何かあったりとかいうのが、まあ全然あると思うんですけど、まあ今後に期待ですね。いやーけどなんかちょっともったいない、もったいないというか、なんかセブンイレブンだけ本当に後になって、なんかスタートするんですけど、けどなんか、それだけのドガーンってくるのがなかったって、まあ、長らく待ちたいと思います。ということで、ちょっとバタバタで申し訳なかったんですけども、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。一応今後も、こういったニュース関連のこともですね、たびたび、配信していこうと思うので、またその都度すぐにアップしていこうかなと思います。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。